どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、パパタラです。今回は、クライアントジョブ初心者講座ということで、クライアントのジョブって何なのっていうところから、これは持ってた方がいいよっていうセットを丸々紹介していきます。まず、GTA オンラインお金稼ぎ。やっぱり一番有名なのは、カヨペリコ強盗なんですけども、次におすすめっていうのが、ナイトクラブで稼ぐ方法なんです。そもそもナイトクラブ持ってるだけでも自動でお金稼ぎできるんですけれども、まあこのナイトクラブ初心者講座は概要欄からよくチェックしてください。で、このナイトクラブを所有すると、ある大きな乗り物を一つ所有することができます。それが、このウォーストックに売っているテラバイト。ちょうどこの収録期間中はテラバイト 40% 割引と超安くなっています。じゃあカスタム何か付けた方がいいのかということなんですけれども、基本的には一番下の専門ワークショップのみでいいかなと思います。お金に余裕が出てきたらドローンステーションとかをつけると、このテラバイトを使ってできるミッション、それがクライアントのジョブですね。この幅が増えるっていうだけなので、本当に初心者さんはテラバイト本体と専門ワークショップはオプレッサーマーク2をカスタムするだけのために購入するといいです。またこのテラバイトを持っているとオプレッサーマーク2カスタムできる唯一の場所なんですけれども、まあオプレッサーマーク2ってもともと800万で超高いんですけれども、実はこのクライアントのジョブを5回クリアすると200万割引になります。じゃあこんなに高額な乗り物正直いるのかって言ったら、まあ普通にあんまりね、プレイする時間がなくて放置系が多いよっていう人には正直いらないと思うんですけれども、まあいろんな、イベントごと、例えばまあハロウィンだったりとかクリスマスだったりとか、まあアイテム収集っていうのが結構多かったりするんですけど、そういった時の移動とか強盗の準備とか、まあそういった時に特に移動が便利なんです。まあそこら辺のヘリよりも早いし、まあすぐ乗ったり降りたりできる。またミサイルも搭載されているので、まあやはり強盗の準備に便利だということで、オプレッサーマーク2は人気なんですね。で、それが200万ドル割引させることができる。しかも唯一このテラバイトで、オプレッサーマーク2をカスタムできるっていうものなので、まあ今回テラバイト割引になっていて、絶対持ってた方がいいんです。このナイトクラブ、テラバイト、オプレッサーマーク2は1セット、ぜひおすすめです。じゃあ今回テラバイト割引だけじゃなくて、実はテラバイトの中のミッション、クライアントのジョブが、まあ、報酬アップですよということなので、まあ、実際にやってみたいと思います。じゃあテラバイトってどうやって使うのかというと、まあ、そもそもナイトクラブの5階のところにテラバイトのカスタム専門のフロアがあるんですけども、この中でテラバイト自体はカスタムすることができます。要するにまあちょっとした強化ですね。ただ、テラバイトってそんなに乗り出して戦うってことはほぼほぼないので、まあ、ほぼドノーマルでもいいのかなと思います。またこの乗り物乗り込んで、でアクセルを押すと外に乗り出せます。外に乗り出すとやっとこのテラバイトのジョブとかができるんですね。もちろん三角で降りてこの水色の輪っかの中に入って中にも入ってもいいし、右十字キー長押しでこのように中に入ってもいいです。これナイトクラブの中からだとクライアントのジョブとかね、開始できないので注意してください。必ず外っていうのがね、重要ですね。じゃあ、ここから、ま、高速でクライアントのジョブをやるっていうことで、テラバイトが外にある状態、そしてオプレッサーマーク2、ここにある状態ですね。で、このまま、まずセキュルサーブがおすすめかな。右十字キーで登録してください。で、初心者さんはおそらく、この左上のね、クライアントのジョブ、ここだけ解放されていて、おそらく上2つぐらいだと思います。まあこれもそんなに難しくないので、どれをやってもいいと思います。で、ドローンとかを所有していたら、このダイヤモンド強奪っていうのはもっと簡単なやつがね、解放されるっていう感じですね。まあ今回一番初心者さん向けに強盗遂行中ということで、強盗しているところを横取りするというミッションになってます。まず開始したら、右十字キーでもう一回大きな手形アクセスして、カメラ、こうやって振ってください。左とか右とか、右のスティックですね。で、右十字キーでカメラ切り替えして違う現場見つけます。要するに強盗されている銀行を見つけてくれということなんですね。まあこれ近い時もあれば、めちゃくちゃ遠い時もあります。これ完全にランダムですね。また銀行強盗ね、まあ3人ぐらい、敵がいるんですけれども、1体がめちゃくちゃちょっと強くなってる、強化されてるやついますので、
まあ注意してください、向かうときは。あー、いましたね、ここです。で、完全に右までこうやって振って、次に内部のセキュリティカメラハッキングするって出るので、丸だったりとか、まあ、バツだったりとか、決定ボタンを押してください。そうすると中を見ることができます。で、こいつを最後倒して、奪っちゃうよということで、この現場に向かっていきます。もう、あとはオプレッサーマーク2あれば、だいぶ楽なので、まあ、まずね、オプレッサーマーク2を割引させるために、まだ持ってないよって人は、まあ、カリン車走行とか、またはね、CO のレンタルバザードとか、まあ、そういったものを使ってください。で、このまま、襲われている冒頭に向かいます。ある程度近づくと、ミサイル搭載されている乗り物だったら、このように撃つことができるんですけども、警察もいます。で、若干出入り口のところにね、これちょっと強いやついるんですよね。ちょっと覗いてみましょうか。あんまり覗いてるとね、こっちも撃たれたりするんですけども、ちょっとスナイパーで覗いてみたいと思います。ここにね、ちょっとヘビーアーマー着たやつがいると思うんですよね。これですね。まあ、炸裂弾とか持ってる人は、こういう感じで倒してもいいし、まあ、グレーポンとかうまく使ってね、倒すっていうのもありですね。で、ある程度、この一番強いやつ、倒したら、中に行くんですが、この辺りで手配度つくので、乗り物、まあ、奪われないように注意してください。ショットガン持っとくといいですね。で、入り口に一人。で、奥にもう一人。バッグを奪う。そのまま、手配度を消していくということなので、まあ、バザードとかスパローとか使ったり、オプレッサーマックスとかを使って、まあ、警察から逃げるようにしてください。まあ、高いところにね、上昇していく、もしくは海の方に逃げてしまうとか、まあ、警察が追いかけづらいようなところに行くといいですね。で、このまま手配度消えるのを待ちます。これが、まあ、テラバイト、買ったばっかりでもできるミッション。ということで、まあ、強盗遂行中、そんなに難しい内容じゃありません。もしもですね、イクリプスとかにガレージ持ってたら、まあ、アパート持ってたら、イクリプスとか出現地にしとくと、次ね、開始しやすくなると思います。で、このままゴールします。お金、報酬3倍なので、なんと9万1000ドル、超高額ですね。じゃあ一度クリアしたら、スタイル変更など、こうやってコスチューム変更して、画面の右下、黄色のくるくるセーブアイコンを出してください。本来ならば、クールダウンタイム、同じミッションは30分ぐらい。他のミッションであれば5分ぐらい待つ必要があるんですけども、なんと GT アプリを切って、もう一回再起動すると、このクールダウンタイムが現時点ではもうなくせるということで、めちゃくちゃ稼ぎやすくなるんですね。なので、ここでイクリプスに出現とか、まあ最後の位置外とかでもいいんですけども、まあ、大体宝石店に近いとかね、もしくは、まああの、銀行強盗のね、現場に近そうなところで出現するといいですね。では GT アプリを再起動して、まあ、素早くまたテラバイト呼んでいきます、まあ、イクリプスだとここで大きな乗り物サービス車両ですね、テラバイト結構多分近くにね出ると思います。多分ちょっとこの辺だったかな、すごい多分ね近いと思うんですよね。もしくはこっちか、まあ、どっちかに多分出ると思います。ここかここで向かいます。再起動した後はクールダウンタイムなくなってる状態なので、ここでまた初心者さんはまあ銀行のね遂行中、まあ簡単なものを同じもの繰り返してもいいです。まあ、今回初心者講座ということで次のねミッション行きたいと思います。複数の乗り物をハッキングしてデータドライブを運んでる乗り物を特定しクライアントに届けるということなので、まあこれもね開始します。これ移動できる乗り物ね、オプレッサーマーク2とか、まあバザードとかスパローとか持ってると多分ね結構便利かなと思います。で、これマーカーついた乗り物ちょっと近づいて追いかけるハッキングする必要があります。携帯開いてセキュリサーブをします。そうするとこのようにハッキングが始まるんですけれども、まあ、この黄色い輪っかからね離れないようにしていきます。ある程度するとこうやって追いかけ撃たれたりするんで、まあ、これ注意ですね。これ意外とプレッサーマックス弱くてすごい撃たれちゃうので、意外とカリン車走行とかで、後ろにつけるとか、真横につけるとかの方が、まあダメージは食らいにくいかもしれません。破壊してしまうと、このように失敗になりますので、破壊せずに乗り物を盗むといいですね。
なんと今回はですね、ここでした。まあターゲットの乗り物が屋上からね、こうやってハッキングできちゃったので結構楽かもしれないですね。まあ動いてるやつだと、ちょっとね、仮に車走行とかでアタックとかして、まあ奪うといいのかなっていう感じですね。どうしても追いかけてね、オプレスターマックスで止めるって結構難しいので。ではターゲットの乗り物を回収します。目的地に届けたらまた9万1000ドルと超高額な報酬です。今回のクライアントのジョブはめちゃくちゃ稼ぎやすいので、まあ自分に合ったものですね、やりやすいなとか、ちょっと面白いなとか、また同じものを何回も繰り返してもいいし、ちょっと飽きたら、まあ違うものをね、これチャレンジしてみるのはありですね。まあ、ここまでのこの2つで初心者向けのやつになってます。続いては、まあある装備をテラバイトにつけるとできるものということで、まあドローンとかをつけると解除されていくもの、初心者講座として紹介します。では3つ目のクライアントのジョブ開始していきます。今回はテラバイトのカスタムがね必要になってきて、例えばですね、テラバイトの中身なんですけれども、こちらカスタムでドローンステーションとか、まあ、こういったものをつけると解除されるような、ミッションですね。まあここお金かかるので無理にやらなくていいんですけど、クライアントのジョブでね、たんまり稼いでドローンもつけてもいいかなと思ったら、まあこのインベーダーとかダイヤモンド強奪っていうのを解放していくのもありです。インベーダーも普段入れないとこに入れるし、ダイヤモンド強奪もまあこれも多分一番クライアントのジョブで一番人気になると思いますので、ここからね、初心者講座として見せていきます。まずインベーダーですね。サーバーに侵入しろということで、ライフインベーダーって普段はまあ入ることができないところなんですけど、本来はこれテラバイトのドローンを使ってちょっとね、中に侵入してってっていうことをやるんですが、もう強行突破でそのまんまね、行けちゃうと。だからこのままライフインベーダー現場へ向かいます。場所はここライフインベーダーですね。まあ、黄色い輪っかがあるので、この中でまあテラバイトでね、ハッキングしろよみたいなのが出るんですけど、まあこんなのはやらずにそのまま行っちゃいたいと思います。で、こっちの東側の出入り口から逃走するのもありだし、ちょ南側から行くのもありなんですよ。どっちでも行けるんですけど、まあこれ好みですね。まあいつも大体こっちから行くことが多いと思うので、あえてちょっとね、こっち、南側から行こうかな。ここからちょっと行っちゃおうかなと思います。逃走用の乗り物はまあ置いとくといいですよね。で、敵もいますので、ショットガン。あとね、近接地雷とかね、ちょっと持っとくといいかもしれないですね。とりあえずこんな感じで、向かっていきます。いきなり倒していっちゃいますね。で、ノートパソコンをハッキングしろよーって出てますね。さあ、ここにターゲットとなるパソコンが、まあ、2台あるんですけども、まずですね、ここでハッキングするときに、ハッキングしてる間に警察が来ますので、近接地雷とかをポイポイ置いとくといいかなと思います。もしくは、ちょっとやっつけとくといいかもしれないですね。あとはね、こういう催涙ガスとかも撒いておくのも、まあ、ありっちゃありですよね。まあ、足止めさせることですね、これで。よし。で、この間にハッキングをしていきます。回復しといた方がいいですね。自分の体力、アーマーとか。これで撃たれる可能性ありますから。あと、ハッキング終わった瞬間戦いになるかと思うので、まあ、このまま、ショットガン構えたままハッキングしていきます。ちょっと敵来てるかな。ちょっと怪しいな。さあ、ハッキングなんですけれども、4つの数字。ハッキング終わったら警察が撃ってくるような感じでしたね、今。とりあえず、催涙ガスやっぱね、あった方がいいですね。あるだけで、ちょっと足止めできるね。も、このように、巻いとくといいですね。もう一個ね、ハッキング必要です。ハッキング終わりました。多分すぐそこにいるかもしれません。さあ、あとはね、帰りですね。ハッキング終わったら次のターゲットが記されていますので、現場向かいます。OK、こんな感じで倒しました。9万2000ドルですね。若干時間かかったので報酬が上がったのかなっていう感じですね。では終わったら必ず外見何か一箇所変更して、画面の右下に黄色のセーブアイコンを出すようにしてください。
で再起動するとまた素早くできる。では最後は一番人気であろう、クライアントのジョブ紹介していきます。多分これだけをずっと繰り返している人も多分います。ダイヤモンド強奪ですね。開始したらもういきなり外に出ちゃって OK です。宝石店、いつも決まった場所にあります。場所はこれですね、洋服屋のちょい下、レコード会社のちょい右っていう感じです。もうこの位置からミサイル撃つことも可能です。逃走用の乗り物をこの辺りにね置いておくといいですね。とりあえず入り口の敵を倒します。そして中に警備がいますのでショットガンとかを構えておきましょう。中に入ったら、3人ぐらいいるのかな。で一番奥のところでね、まあダイヤモンドをちょっと持ってるやついますのでそれを回収する。あとは逃走して武道園に向かうだけですね。ここゆっくりしてると警察に囲まれるのでなるべく早めにこれ出発した方がいいです。バザード、それからスパローとかでも代用できます。とにかくこの場をすぐ離れる。でそのまま北の方に向かってください。西海岸寄りの北ですね。ザンクード基地のちょい南っていう感じで武道園っていうのがあるんですけど、そこがゴール地点になりますので、そこに行く途中でこのように高度を上げたりして手配度を消すようにしながら向かいます。うまくすればちょうど到着する頃には手配度が消えます。そして簡単に$95,000と、ちょっと早すぎたので$95,000でしたね。というわけで今回はまあクライアントのジョブ紹介しましたけれども、これだけで稼ぐこともできるし、オプレッサーマーク2自体も割引になるし、またウィークリーチャレンジというのが今週あって、これクライアントのジョブ3回やると10万ドルもらえるということで、もう4分5分に1回10万ドルをずっと稼ぎ続けることができますので、ぜひね初心者さん、ちょうどナイトクラブまでね買ったよとかテラバイト買おうかどうしようかなっていう時にはもうぜひこれを買って元を取れるようにそれ以上に稼げますので、ぜひ参考にしてみてください。それ以外のナイトクラブのねお金稼ぎとかは概要欄リンク貼っておきます。そちらの方も参考にしてください。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Hold up.